どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。グッチの財布が燃えとるで。は、高校生の子に、グッチの財布は、どうなんやみたいなのが、ツイッターで議論になっとったわ。グッチの財布っていくらくらいなの？5万くらいみたいやな。高いな。でも、お財布って、結構長い間使うやろ？それこそスマホ並みやで。私が使ってる財布、5000円だよ。安う、ええ年なんやから、もう少しええ財布使ったらええやん。なんだろう、こう。私も若い時は、どこの服が欲しい、とか、雑誌に載ってる財布が欲しい、みたいなおしゃれに対する予算配分が割と多かったんだ。そういえば、リュウさん、昔、つま先がやたら尖っとった、靴はいとったな。あれ2万くらいした。あの出し際靴が2万。そういう時代もあったんだけど、20を超え、30を超えると、もうおしゃれに対する興味が、ほぼゼロに近くなるんだよね。ええ、それはリュウさんだけでは？そうかもしれない。でも、若いうちにしかできない服装とかあるでしょ？特に、女の子は、そういうのあると思うんだよ。まあ、おしゃれは女子の特権やな。若いうちにしかでけへん格好をその時に楽しめへんってのは、もったいないかもしれへんな。逆に男なんかジーパンに、白 T シャツ着とけばいいんだよ。どこの乾ひろしや。自由だ。そんなわけで、今日のレビューはこちら。僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー・ワールド・ヒーローズ・ミッションだよ。お、ヒロアカの3作目やな。近日中って言っとったから。半年くらいしてからやろうと思ってたのに、まさかの有言実行やな。この作品は、去年、2021年に上映されたんだ。ちなみにまた、タイミングが悪くて、私は見に行けなかった。リュウさんはなんで毎回、ヒロアカの映画は見に行けへんのや。1作目は、ファンが見たかったシーンを、2作目は、ファンが予想してなかったシーンを見せてくれたのが、ヒロアカの映画だったんだ。指定教頭と、まさかのデクの個性譲渡やもんな、気になるところはあるんやけど、いい意味で2作品とも違って、面白い作品でしたね。そんな流れの中での3作目。ハードルがきっと上がっとる状態やな。3作目が区別化しようとしてるのはわかるんだ。1作目と2作目とも違う内容にしたかったのはわかる。え、この流れはアカンムード？ハリウッド映画とかゲームとかでも言われるけど、3作目は打作になるみたいな、法則よく聞くよね。ターミネーターホームアローン。僕のヒーローアカデミアはハリウッド、アメコミの要素がある作品だけど、そこも取り込んじゃったかって感じなんだよね。一体何が起きたんや。今作の舞台は世界なんだ。いきなり風呂敷が広がった感じやな。敵は個性終末論というものを訴えてるんだ。このまま個性を持つ人同士の子供が生まれ続ければ、いずれ、個性は、人が手に負えない複雑な個性になりうると。そういえば、トドロキとかは、親の個性を両方受け継いどるから、炎と氷使えるんやったな。確かに、複雑な個性は生まれつつある世界なのかもしれへん。人の手には負えない個性が生まれる前に、個性を持つ者を滅ぼす、そんな考えを持ってる敵なんだ。極端な思考ってのはヴィランらしいな。敵は、組織で動いてて、人員も大勢いる。世界中に散らばった個性終末論者は各地で、個性を持つ者を崩壊させる爆弾を爆発させてるんだ。やばいですね。そんな組織が動いてるからこそ、プロヒーローも、1A の生徒たちも、世界中に散らばってるっていう状況なんだ。おお、なるほど。だからワールドミッションなんやな。ただ、物語の舞台を広げたの敗因だけど、その舞台の広さを使いこなしてるとは言えない。結局、主人公である緑アイズクがいる場所が中心で話が進むし、舞台を広げたせいで、一方その頃的な場面転換も多い。各キャラの活躍シーンを入れるための場面転換の多さっていうデメリットが出ちゃっとるんやな。終盤の緑アイズクと敵のボスとの戦いの最中でも、一方その頃的な場面転換が挟まれちゃうせいで、せっかく戦闘シーンが盛り上がってる状況なのに場面転換しちゃうのがもったいないんだよね。まあ、ヒロアカのキャラも増えましたし、それぞれ描くためにはしょうがないんやないん。これで 1A の生徒たちの活躍がしっかり描かれてれば気にならなかったかもしれないけど、今回は 1A の生徒たちの活躍は少ないんだよね。え、主人公である緑アイズク、爆豪、ドドロキがメインで、他はサブって感じになっちゃってる。あらら。2作品目はそれぞれ見せどころがあったし、活躍もしてただけに、ファンサービス的な1シーンや2シーンくらいしかメイン以外のキャラが出ないのは残念なところではあるんだ。でも3人に活躍するキャラを絞ったからこそみたいな感じにはならへんの？今回、映画オリジナルキャラの存在感と活躍が大きいんだよね。誰この子？彼は、ロディ、幼い妹と弟を養うために運び屋として、汚れ仕事も請け負ってるんだ。とある事情から、人を、ヒーローを、信じられなくなってる。おう、なんか面白そうなバックボーンやん。そんな彼と緑アイズクが出会うところから、物語が動き出すんだ。序盤の彼とデクの逃走劇は、本当に良いシーンなんだ。ほう。ロディは、街を知り尽くしているからこそ、身体能力を生かし、まるで、パルクールのごとく街を駆け回るんだ。そんなロディに対し、デクは、使いこなし始めた新たな力、黒鞭を駆使して追いかけるんだ。なんかあれよな。先代の力も使えるようになったんよな。なかなかにチートやな。そんな黒鞭のアクション、鞭を攻撃として使うより、移動手段として使ってる方が多いんだよね。ほ、
もうほぼスパイダーマンだった。くそ、糸と鞭は、確かに使い方にとるかもしれへんけどな。僕のヒーローアカデミアは、アメコミパロディ要素がある。そんな作品だからこそのスパイダーマンパロディのような、茶番のシーンは、映画への期待感を強めてくれるんだ。そんなロディが、運び屋の仕事の最中にたまたま手に入れてしまったアタッシュケース。そんなアタッシュケースをなぜか狙う個性終末論者。彼を助けたことで、なぜか大量殺人犯として指名手配されてしまう緑アイズク。指名手配。序盤の盛り上がりはいいんだよね。冒頭からミッションに挑むために、この映画だけのオリジナルの真っ黒なステルススーツに着替えて活躍するキャラクターたちは、おおってなる感じなんだ。映画オリジナル衣装って特別感ありますもんね。PV や予告、この衣装でのコラボとかも色々と行われてたみたいなんだけど、このステルススーツの出番は冒頭以外ない。ええー、そんなコラボとかしとる衣装なのに。あの衣装は何だったんだってなるんだよね。ステルススーツだからステルスする場面がないと使いどころがないのはわかるんだけどさ、終盤くらいにまた着るのかなと思ってたら結局冒頭だけ。そんなちょっとだけ着る衣装を押してたんか。この作品全体としてあれは何だったんだ的なのが多いんだよね。冒頭のステルススーツもそうだけど、追ってくるヴィランもそうなんだ。デクとロディがまるでロードムービーのごとく指名手配になっていない隣国まで逃げる道中が序盤から中盤まで描かれるんだ。ロードムービー要素もあるんか。そのロードムービー要素も特に何か面白いわけでもないんだよね。牧歌的な風景でボロいトラックで移動したり、デクが変装のために可愛い衣装を着てたりするけど、何かここって感じの部分があるわけでもない。うーん、ちょっと淡々としとるんか。ロディというキャラクターの過去、デクとの関係性の構築をこのロードムービーの中でしたかったのはわかるんだけど、世界っていう舞台なのにこのロードムービーの部分のせいで作品全体がこじんまりしてしまったかのような印象なんだ。なんやろ、ロディっていうキャラの掘り下げに尺ががっつり取られてる感じやな。ロディのキャラクター自体はいいし、彼のキャラ描写やここ敵との意外なつながりが明らかになる終盤はいいんだけどね。そして敵ちょっと意味不明なんだ。え、個性がこれ以上進化したらみたいな感じですよね。そういう思想敵のボスが持ってるのはわかるんだ。でも追いかけてくる個性終末論者がちょっと意味不明なんだ。どういう風に。弓を使うヴィランである彼女は映画の冒頭から出てて、ずっとロディとデクを追いかけ狙ってる敵側のメインキャラの一人みたいな雰囲気があるんだ。なるほど、なんか分けありやったりするんやろうな。個性をなくしたいっていう思いが何かあるんやろ。ない。は、正確には描かれる前に唐突に自殺した。私も思わず同じ反応したよ。物語の中盤か終盤で何かしらバックボーンが描かれたりするのかなと思ったら、デクたちに勝てないとわかるや否や全てを諦めて人類に救済をって言いながら見逃した。実は生きてましたみたいな展開はない。なんやねんそのキャラ。これはあくまで私の感覚なんだけど、僕のヒーローアカデミアという作品なら、緑アイズクという主人公なら敵であっても彼女を見殺しにすることはないんじゃないかと思うんだ。唐突に自殺されてあっけらかんとなっちゃう気持ちはわかりますけどね。デク、爆豪、ドドロキという3人のヒーローがいるのに、彼女を助けようと動く人は誰もいない。なんか違和感すごいですね。捕まるくらいなら自ら死を選ぶ、そこまでの決意を持って個性終末論を信じた彼女の過去には一体何があったのか気になるわ。でも描かれないんか。爆豪もなんかボットみたいになってるんだよね。ドドロキとかに何か言われるたびに、俺に命令すんじゃねえ、指図すんじゃねえって同じようなセリフを繰り返すんだ。爆豪がよく言うセリフではありますけどね。ロディ以外のキャラクター描写が全体的におざなりで、そのせいでいまいち話が盛り上がっても見てる側の感情がついていかないんだよね。爆豪やドドロキが終盤に戦う相手もただのポットでのやつだし、それなら自殺した敵キャラ生かしておけばよかったのではってなっちゃうんだよ。うーん、練り込み不足感をところどころ感じるな。それでも戦闘シーンはいいんだ。ボンズだからこそのグリグリを動きまくるアクションとエフェクトで見せる戦闘シーンは、劇場というスクリーンで見ても見応えたっぷりだと思う。さすがはボンズさんやな。ただその戦闘シーンのアニメーション自体はいいんだけど、ここでも謎要素があるんだよ。戦闘シーンでもですか。今回の敵は反射の個性を持ってるんだ。うわ、厄介なタイプや。 RPG やと初見殺しみたいな感じやな。基本的に殴る蹴るといった物理攻撃が主体のデクとは相性が最悪と言ってもいい。そんな敵に苦戦しながら敵に何度も攻撃を受けるシーンがあるんだ。ほう。攻撃を受けながらデクは各地で戦う仲間の姿を見てつぶやくんだ。キッヤー、うららかさん、アスイさん、キッヤー、カミナリくん、セロくん、ミネタくん、うわー、桐島くん、庄司くん、次郎さん、ウコア、ヤオヨロズさん、みんな必死に戦ってる。いや、それ名前言う必要あったんか。逆に名前呼ばれてへんキャラが気になるんやけど。なんかシュールなんだよね。これ全員言うのかって思わず見てて思っちゃったんだ。出席確認やないんやから。これだけならまだいいんだけど、さらに謎の要素がある。まだあるんか。終盤のデクの最大の見せ場と言ってもいいシーンがあるんだ。そのシーンでなんか知らないけど急激に覚醒する。え、
急激に覚醒したかと思えば、超スピードで動き出して、拳が残像するほどの連続パンチを繰り出すんだ。どこのガトリングパンチや。それだけならまだいいんだけど、パンチを高速で繰り出してるうちに、デクが分身し始めるんだ。は、高速パンチを打ちながら徐々に、デクの体の残像みたいなのが発生して、しまいには分身してるみたいな感じで、パンチをする姿が、なんかもうシュールすぎるんだよ。なんで分身したんや、ナルトなんか。確かに、戦闘シーンのアニメーション自体はすごいんだ。でも、なんで急に覚醒したの？なんでガトリングパンチ？なんで分身？って突っ込みどころが追いつかない。なんか勢い任せにいろいろとやっちゃってる感じやな。一作目も二作目も気になるところはありはするんだけど、強敵にどう勝つのかという部分に関しては説得力があったんだ。一作目は師匠と二人で、二作目は爆豪とやったな。でも、三作目は謎覚醒でジャンプオールスターズみたいな技を繰り出してた戦うデクに違和感しかなかったんだよね。さすがに分身はな。オリジナルキャラであるロディの成長と変化、彼のキャラクターの描写は悪くないんだ。ただ、それ以外がどうも練り込み不足で、ふわっとしてる部分が多くて、作品全体がふわふわしたものになってる感じなんだ。綿飴みたいやな。確かに2作品目からハードルが一気に上がってしまった部分はあると思うんだ。禁じて、やもんな。でも、それでも、1作目より面白みにかける1作目のようにファンが見たかったシーンを見せてくれるわけでもなく、2作目のようにファンが予想もしてなかった展開を見せてくれたわけでもない。デクの分身は予想外やけど、そうやあらへんよな。原作はそろそろ終わりみたいだし、アニメでおそらく原作のラストまで描かれると思うんだ。人気作品やしな。もしかしたら4作品目のヒロアカ映画もあるかもしれない。お、4作品目は有終の美を飾れるように期待したいところだね。ほなまた次回。じゃん。